はい、今日はしゅんこさんに何聞きたいですか？はい、だんだん肌寒くなってきて、もう冬も本番に近づいてきたので、ぜひあったかい冬にぴったりな街中のお店を紹介していただきたいです。いいですね。食べ物とかよくわかんない。どうなんだろうみたいにね、学生向けとか考えられないんですよ。でも今ずっと自分のブログを去年の見てまして、まあ、聞いた瞬間に「え、鍋?」って、はいはい、この前も5周目の時も鍋食いたいって言ってたし、ね、鍋より美味しい店はたくさんあるんでしょうけども、はい、もうおすすめというより単純に自分が食べたいなって、あ、冬か、鍋食べたいなって言った2軒ぐらいパッと思い浮かんだのが、うん、まあみんなでも言ったけど西尾で、はいはいはい、ね、去年も食べたんですが、西尾の鶏が美味しいです。赤木地鶏ですか、うんうん、ね、鶏鍋、うーん、これがね、逸話がありまして、長渕剛も食べたと。お いや、冬じゃないのに無理やりコンサートがあった時に、はい、お忍びで鍋食いたいから鍋行く、それでスタッフがいろいろ探して、はい、でそこにたどり着いたので、この赤木地鶏鍋、はい、西尾の赤木地鶏、あともう一つ、はい、千代田通りに里の屋さんってあるじゃないですか、うんうんうん、秋田料理のきりたんぽ鍋、はい、で僕も正直きりたんぽ鍋っていうのをしっかりと食べたことがなくて、きりたんぽっていうと餅みたいなのが入ってるっていう感じじゃないですか、はい、そのぐらいのイメージしかなかったんですけど、醤油ベースで、はい、鶏肉がいっぱい入ってるんですね、鶏だしで食べてるんです。だからすくってみると焼き鳥の具材がいっぱい出てくるなみたいな、ハツから何から全部いろんな部分が全部入ってあ、これで出汁取ってるんだみたいなの、で醤油味でこう冬のこう温まるような感じで、これもう一度食べいかなきゃみたいな。どうですかゆきちゃん。美味しそうです。鶏好きです。鶏好きで、はい、まあね、食べ物だけじゃなくてもね、今ね、この時期、はい、商店街のね、音楽が、うん、クリスマスというですね、私には全く縁のない縁もいかれもない状況がありますけれども、お寺ですからね、あ、でも去年バーって見たら、あ、ラジオでもなんかクリスマスプレゼント的なものを買いに行ったなと思って、中央通りに黒田人形店ってあるじゃないですか、はいはい、あれ結構買いに行った時感動したんですよね。木のおもちゃでクリスマスっぽいのが、あれすごくおしゃれなね、はい、ドイツの木のおもちゃとかがあって、はい、あそこ、まあ、クリスマスだけじゃなくてその季節ごとのそういうイベントごとのおもちゃがたくさんあるんで、はい、あれ覗いてみるのは結構子供じゃなくても楽しいんですよね。あれぜひ覗いてみてほしいな。いいですね。京一くんはおもちゃとか買いに行きますか？おもちゃですか？そう、だから普段おもちゃでもほら木のおもちゃって飾るのにも可愛い、うんうん、自分で遊ばなくっても、うん、あ、黒田人形って行ったことあります？黒田人形って行ったことあります。お、花火買いに行ったんだ、はい、ああ、花火で、ああ、あとまたブログバーって見てキーワードでいちごというのが出てきまして、はいはい、いちごが美味しい季節になってくるんですよ、はい、でここ、数年よくやってるのが、まあ、八百駒でね、美味しいイチゴを買って、そのまま食べると同時にですね、立川町のバーカラフルというバーに行って、はい、何でもいいからカクテル作れと作らせるというね、やっぱりイチゴのカクテル美味しいですね。あと今の時期だったら洋梨のカクテルとか、持ち込みでカクテル作ってくれるんですか？私の場合はですね、春光さんと一緒に行くと作ってくれるとか、まあ、あそこら辺だったら使ってる、うん、でさらにいちごですけれども、紅茶でね、あ、まあ、ちょっと寒くなるんじゃないかな、リバティさん、はい、そこのね、ストロベリーチャイ、うん、これがめちゃくちゃうまいんですよね。ストロベリーティーがいいんじゃないですかね。ストロベリーチャイ、チャイにするとチャイがね感動的に美味しい。でやっぱりね、本当にそういう意味でミルクティーが美味しい季節になるんですよ。でこのチャイとか、あ、本当にストロベリーチャイはすごく感動するんですね。で、まあ、香りでも美味しいんですけれども、はい、やっぱりね、こう砂糖を入れて、はい、普段僕は砂糖入れないと思うんですけれども、これチャイはね、砂糖入れた方が断然美味しくなるんですよね。これは正直びっくりしました。いいですね、はい、でもちょっとこういちごとかそういうの買って、うん、
ハイフルに行くとそのカクテルを作ってくれっていうのいいですよね、岡田くんね。いいですね。そう、僕が持ってっても作ってくれるんですかね。どうかな、俊子さんが言ったんでって言ってみたらね。まあ言ってください。いいですね。どうでしょう、今いろいろこう冬を楽しむお店、いろんな楽しみ方が出ましたけど、もうちょっと紅茶で、これに買うのが、まあすぐシャープラットの近くの紅茶屋さん、はい、ババカードイの紅茶スタンドの、個人的に好きなブラックペッパーティー。ブラックペッパー、胡椒、胡椒入れて、でポッポ汗が出てくるのが、これがまた最近また冬メニューで始めたんで。紅茶スタンドさんは面白いメニューいっぱい作るんですよね。本当にね、面白いメニュー意外だなと思って、意外にみんな美味しいっていう。ああいいですね、これ結構僕はハマってるんですよ、ね。はい、ということでいろいろご紹介いただきましたけど、どうでしょう皆さん、冬を街中で楽しめそうですか。初めての冬だもんね。はい、はい、確かに。ですね、またじゃあいろいろこうもうちょっといろんな楽しみ方を知りたいよっていう時もっといろいろ聞いていただきたい。ということで今週はこの辺で。あ、こんなもんでよろしい。はい、ありがとうございます。大丈夫かなみんな。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃまた放送の後でもいろいろ聞きましょうかね。はい、はい、ありがとうございます。春光の街中日記のコーナーでした。